ローレンス・イドワード、ラリー・ページは、Google の共同創業者、元最高経営責任者。アルファベット社元 CEO。ファミリーネームについてはページとの表記もある。アメリカ合衆国ミシガン州ランシングに生まれる。祖父は、ゼネラルモーターズの工場労働者。父カール・ビクターは、ミシガン州立大学計算機科学、人工知能教授。母グロリアは、ユダヤ人で。 彼女もミシガン州立大学でコンピュータプログラミングの教師をしている。兄のカール・ビクター・ページ・ジュニアはメーリングリストサービス E グループスの設立者で後にヤフーへ売却して財を成した。6歳の頃からコンピュータを触り始める。ミシガン大学で計算機工学を専攻し1995年に学士号を取得した。 卒業後、スタンフォード大学計算機科学の博士課程に進学し、テリー・ウィノグラードの指導のもと、ウェブのリンク構造、人間とコンピュータの相互作用、検索エンジン、情報アクセスインターフェースの拡張性、個人的なデータのデータマイニング手法などを研究した。在学中、同じくスタンフォード大学計算機科学の博士課程に在籍していたセルゲイ・ブリンと出会い、 The Anatomy of A Large Scale Hypertextual Web Search Engine と題された論文を強調で執筆した。修士号を取得した後、スタンフォード大学を休学し、1998年に Google ググ社を共同設立。論文はページランク技術に取り入れられることになった。 従業員200人程度の規模になった2001年4月頃まで共同社長兼最高経営責任者を務め、同年7月に最高経営責任者職をエリック・シュミットに譲った。シュミット、ブリン、ページによる三党体制で製品部門担当の社長を務めていたが、2011年4月4日付で最高経営責任者に復帰した。2015年10月2日、 グーグルの組織再編に伴い新たに設立された持ち株会社アルファベット社の最高経営責任者に就任した。グーグル CEO はサンダー・ピチャイが公認となった。2014年のテッドトーク以来、公の場で話をしておらず、2018年9月5日に行われた上院情報委員会の公聴会すら欠席している。現在はカリブ海にある 自身のプライベートアイランドに住み、グーグルではなく、空飛ぶ車のような先進的なプロジェクトへの投資に、関心を寄せているとされる。ミシガン大学工学部の国家諮問委員も務めている。2002年、世界経済フォーラムにて、グローバルリーダーフォートモローに指名される。2003年には、スペインの IE ビジネススクールから、名誉 MBA を授与された。2004年には、 全米技術アカデミーの会員に選出され、2005年からは、エクスプライズ財団の理事も務めている。2019年12月3日、ラリーページは、アルファベットの最高経営責任者を退任することを発表。退任は、セルゲイブリニ社長と同時であり、退任理由として、経営が安定して、アルファベットとグーグルに2人の CEO と1人の社長は、 必要なくなったとの声明が出されている。公認のアルファベットの CEO は、Google の CEO を務めてきたサンダー・ピチャイ。2018年9月の時点で538億ドルの純資産を有する。たびたび喉のトラブルに見舞われ、様々な憶測を読んだが、これは1990年代後半にわずらった、片側生体麻痺が原因であることを2013年に公表した。 ありがとうございます。